ファースト、ビジネスクラスの人脈作り。僕は飛行機には必ずファースト、ビジネスクラスに乗るようにしている。仮に満席でエコノミーしかないと言われれば日程を調整する。これはエコノミーに乗る人がダメだと言っているのではない。ポイントは、エコノミーに乗る人はエコノミーに乗る人たちとしか出会えない。上のクラスに乗れば、そのクラスに乗ることができる人たちと出会う。至極当たり前の話、物理的にそうなのだから。これは飛行機の座席だけの話ではない。全てにおいて同じだということを常に認識しろ。大きいビジネスをしたければ、そういう世界の人たちのいる場所に自分の身を置く。毎回ではなくても、それが仕事につながることがかなり多い。ホテルもレストランも同じ。そんな場でしか生まれない縁がある。無理をしてでも上のクラスの場に足を運べ。それは必要経費。そしてそこに興味深い人がいれば、絶対に話しかけるべき。何をやっている人なのか、どんな仕事をしているのか、そんな場に行って誰かに話しかけることさえしないのは、高級レストランに行って持ち込みのコンビニ弁当を食べているのと同じ。飛行機の話でもそう。別に相手の顔を覚えていれば、空港で降りた後に荷物受け取り場で待っている時にでも話しかければいい。僕は普通にこれをやる。さっき、隣の隣にいましたよね、と。声をかけるし、かけられることも多い。仕事で来たんですか、と。今回こういう人と会うんですよ。よかったら一緒にご飯食べましょう。いいですね、という話の流れが多い。ビジネスは一人じゃできない。人と人とのつながりで成り立つのもビジネス。そのつながりには金をかけた方がいい。必ず自分に返ってくる。銀座のクラブとかもそう。普通に街を歩いていても出会えない人、関係を作りたくても作れない人にも、ママがつなげてくれることが多々ある。そうやって人脈ができる状態を作るのも自分次第。